マンホールが映っていますが、このマンホール、人気アニメ、ポケットモンスターシリーズのキャラクターがデザインされたマンホールの蓋なんです。今日松山市に設置されました。お披露目会にはあのキャラクターも登場しましたよ。松山市の大街道にピカチュウが出現しました。ピカチュウもお祝いに駆けつけるポケモンのマンホール蓋とは。ポケモンマンホールポケフタ初お披露目です。どうぞ。ポケモンが描かれたマンホール蓋ポケフタは、株式会社ポケモンが全国の自治体と連携して設置しているもので、今日松山市版のオリジナルマンホール蓋2枚がお披露目されました。県内初となるポケフタは、松山市の花椿と路面電車、その傍らにポケモンのキャラクターアマカジとアマージョ、そして松山総合公園の展望塔にはシュバルゴとネギガナイトが。どちらも世界に1枚だけのオリジナルデザインです。ポケフタは全国31都道府県に322枚が設置されていて、このうち松山市は大街道商店街一番町側の入り口と松山総合公園展望塔前の2か所に設置されました。これについて松山市は、この取り組みを通して世界中のポケモンファンやマンホールファンなど松山に来てもらうきっかけになればと話しています。